東京三輪学校とは、日本の明治初期に開校した、農商務省所管の管理学校。当時の東京大学、神戸大学校、駒場農学校、札幌農学校と並ぶ、また世界的にも、例のない林学の高等教育機関。1882年12月、農商務省三輪局が所管した、樹木試験場内に設置された。学校設立時、 育成する人材は将来日本の三輪行政を担っていく管理におかれ、修学上必要なものは、管より貸し付けされた。修行年限は3年で前期後期に分け、前期を2段階、後期を4段階にしてこうしていた。教養課程にあたる前期で、主に自然科学系の基礎科目を取得し、段階を上げるに従いその他の学系科目が占める、形式にしていた。 1885年の行政組織整理による翌1886年4月農商務省の完成改正から農務局所管だった駒場農学校と同様に農商務省直轄学校へと変更されるが農商務省はその3ヶ月後に駒場農学校の敷地に東京農林学校を創設しこの時両校を合併消滅させた山林学校の駒場移転に伴い その跡地には、農商無償解雇病試験場や農事、試験場本場などが移転している。解雇病試験場はその後は、東京産業講習所、東京高等産子学校、東京繊維専門学校と改名を経て、戦後は、東京農工大学の繊維学部になる。農事試験場は、戦後に、農業技術研究所と解消した後、 1980年、農林水産省農業総合研究所になり、茨城県筑波に移転している。ありがとうございます。